ここからは2010のその他の新機能をご紹介していきたいので再び2010の1画面に戻りまして、えーそうですね、まずではユーザー補正編集ツール簡単にご紹介したいと思いますよいしょこちらに全く脈略のないキャラクターを読み込みましたじゃあ,あの見やすいように他のものをちょっと非表示にしておきますね でこれ今サブディビジョンかかってるんですけども実はかなりあの低解像度の、まあ、ゲームのデータと見立てていただくとかなりローポリゴンなデータだと思いますソフトイマージュで放線の編集ツールっていうのは従来もあったんですけれどもちょっとプラグインレベルで提供されていてあの使い勝手が よろししくない部分がありました2010ですけどもこちらユーザー放線編集ツールというのがつきまして今オンにしたんですけどもこのようにマウスカーソルを持っていったところの放線は自動的にハイライトされる切り替えられるツールが出ていますじゃあ試しにこの辺りエッジを選択してそうですねいろいろオプションがあるんですけども、まあ、平均ってしてあげると角張った放線をよいしょ 若干、まあ、ちょっと見分かりづらいかもしれないですけど今ハードエッジだったのをまとめることができました他にもこちらの方線を編集しておいて、えー、とコピーしておいてこっちに貼り付けたりですとか、えー、値で方線の方向を編集したりっていうツールができてますこコンポーネントに依存せずに,せずにあのどんどん切り替えられるんで、えー、と従来手間だった方線編集っていうのはで ササクサク行えるようなオプション,がついたオプションといいますか機能がつきましたのでこの辺りゲームユーザーさんなんかは便利だと思いますまた四角形の内部エッジのえっとですね内部ポリゴンを反転するような機能もあの搭載されたんでちょっとこの辺りも細かい機能ではあるんですけどもーゲームユーザーさんなんかは嬉しいと思いますねで今よいしょちょっと分かりにくいかもしれないですけど影の出方がこっち側からだったのがこっち側からに 変わったとはいじゃあ引き続きなんですけれどもあちなみにこの放線の情報なんですけれどもソフトイマージゲーターと呼ばれる属性の転送をする機能がございましてそちらでも対応をしております。つまり例えばまあ高解像度モデルで放線編集したものを低解像度 リアクションで作ったものに対して方線をゲーターで転送するですとか逆に低解像度モデルの方線を高解像度モデルに応用するっていうようなことが属性の転送機能で方線も柔軟に受け渡せるようになっていますのでその辺りも従来からリクエストがあった部分が2010で搭載されてきております。じゃあ引き続きこちらの方は隠しておいて先ほどのデータに戻って説明をしていきたいと思います。 そうですね、まずじゃあこちらよいしょテクスチャーデカルにして、えー、説明していきたいと思うんですけども今画面でもお分かりいただけると思うんですけどちょっとじゃあこうしましょうか再生している時にコントロールオブジェクトが常に出ている状態っていうのがお分かりいただけると思いますちなみにこれモーションビルダーの方でフィジックスジョイントっていう機能がございましてモーションビルダーの方でシミュレーションした髪の毛の揺れを FBX でプロットして持ってきてます でこの辺り当然アニメーションちょっと編集したいなっていう場合は掴んで回すっていうようなことをやられてると思いますし皆さんコントロールリーグキャラクターに作られてると思うんですけど再生中っていうのはこういうのっていうのは本来は非表示にししたたたいいと思まますそのためのめオプションが2010でつきました多分皆さんスクリプトとかで今再生時に隠すっていうようなことをやられてるかもしれないんですけども。 2010年ではビジビリティのパラメーターに再生時に非表示っていうのがつきましたじゃあちょっと一旦 3D ジオメトリー隠しておいて全部隠したいものを選択してビューの再生時に非表示にしておきますでもう一度戻すとすると今ありますけれども再生するとすっきり見やすくなっているのがわかると思いますちょっとした機能なんですけども正確なビジュアルのフィードバックが得られるので便利ですで当たり前ですけども止めると コンントローラーーラが出出まますす。ののので、で掴んでアニメーションの編集っていうのが出てきますスクラブするとこんな感じで消せるんで、えー、よりアニメーション作業の際に正確なアニメーションの再現っていうのができるようになってると思いますじゃあもう一度シーン全体を表示しましてその他の新機能をご紹介していきたいと思います、えー、2010でシーンサーチという機能がつきましたコントロール F で これこっちにあるエクスプローラーと見た目はそんなに変わらないんですけどもあの使いようによっては非常に効果が上がるものです。で、要はシーンサーチと呼ばれるように検索の機能です。例えばじゃあこのシーンの中でリーブスっていう葉っぱのオブジェクトだけをフィルタリングしてこれ葉っぱのオブジェクトが絞り込まれたました。クロスターとかえーとマテリアルそれからえカスタムプロパティとか すべててリーブスといいう名前がが絞られるるのが分かると思いますじゃあオブジェクトだけを選択しまして何かレイヤーを新たに作ってそこにレイヤーに入れ込むっていうような作業を行ったりですとかあるいはパ,パラメーター開いて特定のオブジェクト名前が一緒のものでパラメーターを何か一括変換マルチエディットしたりっていうようなことが素早く行えるます単に名前のフィルタリングだけじゃな,じゃなくてですねまずじゃあボーンだけに絞り込んでその中からレッグのボーンに絞り込むっていうようなこともできます その他にもいろいろカスタムフィルターっていうのが便利なところですね。例えばエクスプレッションこのシーン全体でエクスプレッションついたオブジェクトを絞り込むコンストレインついたものだけを絞り込むとかその他カスタムオペレーターをつけたものだけを絞り込むっていうのもできるんで、えー、あの自分がアクセスしたい情報に素早くたど、えー、り着けますね。例えばさっきコントロール A で全選択したんですけども2010だと F カーブ付きのオブジェクトにフィルタリングっていうのが今パッと出てきましたんでこれで F カーブをオブジェクトが絞り込んだので選択してあげてプロットするっていうようなワークフローを組めると思います従来はスクリプトとかでやられてる部分もあると思うんですけどもこういった部分要素を絞り込んで何かを作業する要素を絞り込んでマルチ編集するっていうのが非常に効率よくできるのが新サーチですね今 単一のビューで出て,出てますけどもこの横に何かリレーショナルビューといって自分でパラメータをリンクさせたりとかそのあたり UI とかをカスマタマイズしていくとより使い勝手が良くなると思いますこういったシーンサーチの他にももう一つシーンのデバッグ機能として面白いシーンデバッカーというのがありますねこのボタンを押すと立ち上がりますシーンデバッカーなんですけれどもまず時計のボタンをオンにしまして再生をします すると今計測してますね。はいじゃあこの辺りで止めました。ですると今このシーンを再生するにあたってどの部分に負荷がかかっているかっていうのをリストとしてガーッと出してくれます。なので従来何か再生が遅いとかちょっと思った際にどこに問題があるのかっていうのの発見が難しかったかもしれないんですけどこの場合っていうのは。 えとじゃあ重いのは何かっていいますとこのドレスのオブジェクトの描画であったりドレスのオブジェクトのエンベローブ処理が重いっていうのが原因っていうのがパッと分かるようになってます。なので、えー、じゃあこのオブジェクト何か無駄が多いんでリダクションかけるですとかこの辺りなんかこんなにポ,ンポイント数本来はいらないんでリダクションかけるとかってすることで、えー、シーンのボトルネックを素早く改善できるっていうのがシーンデバッカーですね。 実際パフォーマンスをソフトウェアで上げようということでこのデバッグ機能ついているのがそのまま機能としても搭載されたっていう感じだと思います。でこのデバッグ機能パフォーマンスの計測以外にもメモリの計測もできますのでメモリに切り替えますとこのシーンの中でどういうふうにメモリ管理がされているかっていうのもデータとして見えます。今見るとそうですね よいしょシーンの中で葉っぱのオブジェクトがが非常にメモリーを消費していいるというののわかりますで葉っぱのオブジェクトなんですけどもよ,よくよく見るとグリッドにテクスチャー張ってるんじゃなくて一個一個のオブジェクトにモデリングされた状態がガッとポリゴン数があるんでこの葉っぱのオブジェクトもうちょっとデータを減らして効率よく作ろうっていうふうに。 このメモリ管理を良くすすするためににもシンデバックは使えままので非常に便利な機能だと思います当然データが軽くなるとその分作業効率ですとかあとのレンダリング速度とかも上がると思うんでこういったボトルネックを発見するための機能というのもソフトウィーマージ2010の大きな魅力だと思います。